DLC3 コネクターの1番とアースをつなげてます。キースイッチをオンにします。するとしばらく経つとこのように点滅が開始しますんで、そのコードを読み取ります。しばらくついた後始まるんですが、そこはちょっと諸事情により割愛します。1、2、3、4ということで、これに入っているのは14番っていう、診断コードが入っていることになります。車種によって繋ぎ方が違ったりする可能性がありますので、これから14番のコネクタ、信号が何を意味するのかを調べたいと思います。